どうもブロです。今回はですね、溶接の基本と言われる皮膚科学溶接やっていきますが、映像は普通のやり方なんですが、今回は少し変わったやり方をやっていきます。こちらの動画では A の 2F ノウハウを学べます。動画後半で試験に落ちるやり方や乾燥しないとダメな理由なんかも解説していきますので、最後まで見てください。ベベル角度は30度、ルートギャップは 4mm、 ルート面は 0mm でやっていきます。作業台のカスはきれいに落とさないとバチバチって音がしてアース不良が起きるので、必ず除去し補助台の上に載せます。今回使用する溶接棒は低水素系の LB47、 箱に適正電流が載っているのですが、 AMP は電流、 F は下向き、130から180Aと書かれているので、この範囲で溶接します。電流計はこちら、 A のところにダイヤルを回すと電流を測れるようになります。この状態でホルダーのキャプターやケーブルに挟めます。他は電流を測るだけなので気にしなくていいです。初層は裏曲げがあり、低いと熱が入りにくいので 180A で行います。今は棒をドン付けした状態ですが、約 180A にはなった状態ですが、実はこのままだと 180A にはなっていないんです。実際にこの状態でアークをスタートさせるとどうでしょう。電気落ちてますよね。なので 180A でやるときはドン付けで合わせるのではなく、実際にアークを出している状態で合わせることを心がけましょう。 4mm の溶接棒って測ると 6.2mm あるんですよ。なぜルートギャップを 4mm にするのかというと、映像を見ていただけたら分かりますが、棒の先端から裏当て金までの隙間が 2mm ないくらいです。これって適正なアーク調になるんですよ。一切無駄のないギャップなんです。始める前の確認としてアースの緩みがないか確認します。画面左がアースなので、作業台についているボルトに緩みがないか確認します。1パス目は棒の角度を45度にします。この角度でやる理由は、棒よりプールが先行しにくい角度だからです。棒を貝先につけた状態が適正なアーク調なので、あまり力を入れず軽く棒を乗せた状態のまま進みます。溶接速度が一定にやれているとスラグもすぐ取れます。スラグはワイヤーブラシでも磨き、きれいに落とします。組み方が雑で裏当て金の芯に合ってませんが、裏当てにしっかり焼けが入っています。これを目指していただければ裏曲げは問題ありません。余談ですが、溶接ニキさんという皮膚科学歴17年くらいかな、すごい方がいるんですが、 TikTok、Instagram でフォロワー1万人以上、海外からも注目を集めて凄腕なので、興味ある方は概要欄にリンク貼ってあるので見てみてください。ためになります。ニキさんに教えていただいたんですが、海外では太いビードがありえない地域があるみたいで、映像のように振り最終パス盛るのが通常のやり方ですが、今回は最終パスを海外に合わせて2回に分けて溶接してみようと思います。 3,4 パス目同時に行きます。
こんな感じに仕上がりました。続いて試験に落ちてしまうやり方を説明します。棒を立てすぎて棒より前にプールがある状態、棒を突っ込みすぎてアーク長が0から1ミリになっている、棒が離れすぎてボーッと音が鳴っている、棒が離れるとブローホールになるリスクが全く解けないです。初心者の方はアンダーカットになっていることに気づけず掘れたまま進んでしまう方が多いので、よーく目を凝らしてみてほしいんですが、今の時点でプールが表面まで上がっていない状態です。アンダーカットになる原因になる理由をいくつか話しますが、まず貝先の残りに対して溶接速度が速すぎると映像のようにカットします。矢印部分はアンダーカット、運棒しながらアンダーカットに常に注意しなくてはいけません。続いて貝先を越えて振りすぎてアーク長が離れすぎるとアンダーカットになりやすいです。音がボーッと離れた状態で振るとすぐカットします。アンダーカットしましたね。アンダーカット置いてけぼりです。丸の方はプール形状が同じ形でついてきています。プール際を見てもアンダーカットしていないのがわかります。バツの方と比べるとウィービングピッチも一定なのか一定じゃないのかもわかるかと思います。棒が離れた時は音でも容易に判断できますが、アークの光も広がるのでよく見ていればわかると思います。スラグを落として見てみましょう。クレーター処理中に棒をくっつけすぎると映像のように刺さります。やり方一つで別物になってしまうのが溶接です。初めてやる人でも朝から晩まで1週間練習すると大抵は受かりますので、実践あるのみです。頑張ってください。最後に棒の乾燥しなくてはいけない理由を話します。低水素系の溶接棒は空気中の水分、湿気にとても弱いんです。新品の開けてない箱でも乾燥機で300度で1時間加熱してから100度で保温した状態で使用するというのが教科書通りです。なぜこのようなことをしないといけないのかというと、低温割れを防ぐためです。乾燥してから乾燥機から出して使用する場合は湿度によりけりですが、2時間から4時間くらいにしておいた方が間違いないです。棒の入れ方は先端からは NG、 鉄芯が出てる方から入れます。先端を傷つけるとスタートしにくくなる原因となりますので気をつけましょう。今回はここまで。溶接競技会があるので少しお休みしますが、終わりましたらまた何か投稿していこうと思います。ご視聴ありがとうございました。